はい、皆さんこんにちは、リーです。今日はですね、縦剣背を宙斬というのをですねやってみたいと思います。これ私ですね、選手時代によく使ったんですね。こう回すというよりもまっすぐです。でどういう時に使うかというと、相手がこうガードをしている時にですね、この間からスッとこう入れるっていうね、非常に便利です。なぜこれをみんな練習しないのかっていうねところなんですけども、で、もともと背を宙斬ってね、まっすぐこう突くんですけども、一応私のですね、使い方としては大体まあ3種類ぐらいを使います。まっすぐっていうねやり方もあるんですけども、こっからですね、この、よっちゅもねる蹴り、ね、この横で叩くようなイメージで、こうまっすぐついていくというのと、あとは構え方、ここだったらまっすぐいけるんですね。あるいは上からこうでいけるんですけども、こういうね、L スタンスで、L スタンスじゃない、L ガードっていう形、L の形してますよね。これでやるときはね、こういう裏剣みたいな感じで、横からこういう曲線に近い形で出していきます。で、これもね、まあ相手の状況によってですけども、基本的にはね、相手がこうガードとかしてたら、この間でね、グローブでもスッと入ってきますんで、こんな感じでやっていきますね。で、ちょっと立ってね、説明したいと思うんですけども、手の軌道ですね、ここからまっすぐの時はこうですね、大体目の高さからまっすぐ入っていく、まっすぐですね、構えてまっすぐで、体ですけども、これ2種類あります。一つはね、そのまままっすぐ出すっていう方法もありますし、これをですね、フィニッシュで使う時、本当にこれ押し込む時にはですね、腰を回します。ですので、この後ろの足、ちょっと見えないかな、後ろの足で持ち上げるのと、これで曲げてこういう動き、持ち上げて体重かける、で、あとは腰を回す、この3つを、うまくね組み合わせながら、ここからパチッとこう入っていくというのがあります。これまず背落ちに基本でやってます。あとはこういう感じでちょっとガード高めにします。で、上から落とすような感じ。本来これね、練習ではパンチを打つときにね、この肘が開いてしまう人には、これでまっすぐ打つっていうね、あと踏み込みでこう一回ね叩くという練習をさせるんですけども、こういう感じで、こういう感じですね、ここで叩くんですけども、本来はこういう感じで、なんか落ちちゃったんですね。ここでまっすぐ、ここからまっすぐに近い形で叩きます。こういう感じ。もう一つはこの構えからこういう曲線で出す。でね、テコンドーの試合の時はね、裏剣って禁止なんですね。ですので、今度相手はね、あまり横から持っていくとあれなんですけども、へそぐらいからこういうふうに目標に向かっていって、裏剣じゃなく、この縦剣の部分で当てるっていう感じですね。構えから、こういう感じ。こういう感じ。もう一回ね、一番目はまっすぐに。伸ばす上から落としながら、この横から実際にもっとスタートを切らすというのがありますね。で、あと距離ですけども、立ってねこう合わせるというね、これですけども、それじゃなくて、ね、射程距離を学ぶために合わせた上でできるだけ下がります。で、離したときにバランス取れるかどうか、ね、あまり離れすぎるとバランス取れないんですね。ですので、ギリギリまでバランス取れる距離、これを測ってください。これが自分の射程距離ですね。実際の構えから頭を前、本来この体重移動だけで頭っていうのは1メートルぐらいで変わってきますので、ここから出していける。で、最初の形だったらこういう感じですね。構えてこういう感じ。今度はちょっと上から落とすような感じで、こういう感じで、もう一つはここからですね、円でこういう横から行くような感じで、こんな感じですという感じで、ね、非常によくね、使ってました。便利な技ですので、ぜひね皆さんやってみてください。